宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には、第97回、番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？いやー、本当に暑い日々が続きましたね。北海道では記録を取り続けて初めての気温なんでしたっけ、なんかものすごく暑いんですってね。去年の夏に北海道に行く機会があったんですけれども、宮永的にはやっぱり北海道は涼しいなって思いながら過ごしていたのですが、地元の皆様は本当今年は暑くて辛くてとおっしゃっていて、これで暑いんだって思ったんですけれども、そんな皆様がもう無理っていうほど暑いんですってね。いや、東京も暑かったですけどね。先々週週末にさ、腕が焦げて以来ですよ、焦げたですよ、本当に黒くなっちゃったんですよ、そのね、腕がね。まあ人間ですので日焼けした後の皮が、薄皮がペリペリ剥けてきまして、1週間ほど楽しく剥いておりました。いや毎年ね、1箇所2箇所うっかり日焼けしてしまうんですけれども、ここまで豪快に剥けるのはね、数年に一度ですね。いや、豪快に向けるって言ったって、ちょっと待ってね、長方形として長い方の辺が12センチもないと思うんだよ。本当にだから肘より下の部分のさらに半分強くらいだけが焦げてしまって、でそこがペリペリ向けた、向けたよ、向けたけど色戻ってないよ。あ、でもでもこの放送が流れている今日あたりから気温がぐっと下がるみたいですね。そして梅雨入りも間近でしょうか。沖縄から東海までは全部梅雨入りしたんだよね。今朝気がついたんだけど、あのドコモのね、携帯のね、アイコンシェルのね、羊の執事がね、カエルの着ぐるみ着てた。そうそういえばね、今朝小笠原のお友達からレタスにカエルが入ってたというとってもプリティな写メ付きのメールが届きました。なんと買うことになったようです。よかったね、お家ができてカエルくん。というわけで今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐ池花古流体感流商務会と小笠原父島のエコ民宿 in 高森亭の提供でお送りいたします。東京竹芝埠頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。いけばな古流体感流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流体感流商務会、マイマイつぶりの歩いた後には、はい、というわけで改めまして宮永舞です。今週もお便りを頂戴しているのでご紹介したいと思います。いつもありがとうございます。カジュマルの小枝さんから。そろそろ梅雨入りするようなことが言われてますね。今回は梅雨の語源の話でもしますか。私が知っているのだと、梅の実が熟す頃とか、
毎日のように雨が降るから梅という字が当てられたというのもあります。だそうです。ありがとうございます。ねえねえ、うん、梅雨入りね。で、梅雨の時期というか梅雨というか梅雨前線、うん、来てるそうですね。っていうか、うん、今日あたりからまさに降ってるんじゃないかと思うんですけれども、まあ大事だよね、うん、雨は大事だ。で、梅の実が熟す頃。なるほど。あれ、なんだっけ、梅干し作る時の土用干しってこう梅雨の晴れ間を狙って梅干すんだっけ。最初を塩漬けにして、その後なんかしそで漬けたりとかするんだよね、梅干しってね。あとはなんだっけ、梅酒も漬けたりするよね、お梅使って。そういえば梅できてたの。あのね、もうちょっと前の時期、このラジオでもご紹介しましたけれども、うん、あの神代寺の方に行った時に、あそこの公園の梅の木には梅の実がなっていた気がする。あー、そっかそっか。そうすると、まあ、うん、梅の実が熟す。そうですね、青梅じゃダメなんだもんね、熟すからね。うん、そういう頃。あとは毎日の毎っていうのが、あの梅の実の木片の横にくっついてるから梅という字が当てられた。なるほどね。ていうか、このこと、何々ごととかそういう呼び方もしますよね、この舞っていう字。あの宮永のお花の画名の宮永舞雲って言うんですけど、いちごの雲って書くんですけど、いちごもね、あのね、草冠の下ね、舞舞っていうか、何、毎日の舞みたいになってるよ、なってるのもあるよ。うん、あの宮永のは毎日の舞じゃなくて、あの草冠に母で舞なんだけど、よくね、あのどっちだっけって悩む方の舞雲の舞とすごく似てるのは、草冠の下があの何々ごと毎日の舞になってる。ていうか、この毎日の舞っていう漢字にはどんな意味があるんですか。もうなんか漢字の成り立ち辞典とかさ、読み始めると結構面白くてハマっちゃうんだけど、あー、なんか調べたくなりますね。で、調べるときさ、最近さ、図書館行かないで大きい本屋さんに行ってしまう自分がいるんですよ。いや、図書館行けよって感じなんですけどね。いや、図書館も大好きなんだけど、なんだろうな、まあ、宮永の立ち回り先の近くにはなかなかこう図書館がなくって、ちょっとやっぱり図書館に行くには図書館のために出かけるみたいな感じになっちゃうから、どうしても大きい本屋さんで見ちゃうな。あ、立ち読みですね。でもさ、なんでだろうね、雑誌の立ち読みとかご遠慮くださいって言われるけどさ、本の立ち読み、あの普通のいわゆる本の立ち読みってあんまり怒られないっていうか、あんまり怒られないっていうか、する人いないのかな。宮永よくしちゃいますけど。というわけで、そうなんですね、そろそろ梅雨入りということで、常にお守りのように折りたたみ傘を持ったりとか、あとは普通の傘を持ち歩いたりとかするかもしれませんが、電車の中、バスの中、立ち回り先、行った先で傘をお忘れにならないようお気をつけくださいませ。というわけでですね、あの実はもう一つお便りをいただいているんですけれども、なんか素敵な質問をいただいているので、今週のコーナーにしたいと思います。というわけで、今週お届けするのはこのコーナー、題してレッツカウントダウン3。というわけで、まずまずこの題名の意味が分かっていただけるようにお便りをご紹介したいと思います。ガジュマルの小枝さんから、マイマイこんにちは。今月の終わりに番組が100回を迎えます。そこで気になりすぎて夢に見てはいないですが、気になっていたことを質問していこうと思います。まずは放送時間についてです。時々話が盛り上がりすぎて時間が足りなくなることがありますよね。伸ばしたりできないんですか。20分の理由を教えてください、とのことです。ありがとうございます。
そうなんですよ。ちょうどね、6月の一番最後の週の放送で見事100回を迎えることになりました。パチ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 。まあ、あのお休みしてなければね、本当はもうちょっと早く、うん、ちょうど今ぐらい100回になるはずだったんですけどね。まあ、うん、お休みは大事だ。そして休んでしまったものは仕方がない。え、なんていうか、あの2年目の一番最後の週に100回が来るというのも区切りがいい、うん、いいことにしておこうというわけですね。そうなんですよ、100回を迎えます。そして気になっていらっしゃった放送時間、なぜ20分なのか。そうですね、あの番組の企画を考える時点で構成としてオープニングがあって CM が入って、本編があって CM が入って、でエンディングという中で、じゃあどれぐらいの全体の長さにしましょうねっていう時に20分っていうお話になったのが最初だと思うんですよ。まあ大体あのメインで喋るのが10分強かなっていう、うん、そういう感じで20分って決めたんですけれども、確かにあの宮永ですね、割と際限なく喋るんですね、ほっとくと、うん、本当にあのいくらでも一人で喋ります。いや、あの一人で喋りますって危ない人みたいになってますけど、あのこういう風に誰かとお話ししてるっていうのもそうだし、宮永専門学校でですね、学生さん相手にお話をさせていただくこともありますけれども、そういう時もあの割といくらでも喋れるんですよ。まあ、ネタが尽きないというか、あの喋ってれば喋ってるだけネタがこう広がってってしまうというかですね。うん。なんだけど、逆にですね、はい、話をまとめろっていうお話もありまして、この番組を配信してくださっているアトスタさんとかですね、あとはアトスタさんのライブで MC でお世話になっていた福田博さんとかですね、にはあいちゃんはとりあえず喋りすぎないように、いつ止めたら止まるのかと、うん、止めるタイミングを間違うと際限なく喋るからなこの子はみたいに言われてまして、はい、あのなので伸ばさないようにしてるっていうのもあります。時間内にちゃんと喋るようにしようって思ってるのもあるんですよ。だけどね、もっとね技術的な問題もありまして、まあこの番組をね音声にまとめて、音声データにまとめて、そのデータの大きさの問題ですね。あのもっと圧縮すれば、音質を下げて圧縮をすればもう少し長く喋ったっていうか、まあ番組自体を長くして、そんで喋る場所を増やす、喋る長さを増やすっていうのはできるとは思うんですけれども、やっぱり今よりちょっと音声の質を下げたくないなって自分が思っているのもあって、でそうするとこの音声をアップしているサーバーがいっぺんに受け取ってくれるデータのマックスの大きさに結構ギリギリなんですよ、今20分を圧縮した長さっていうのが、うん、だから伸ばさないようにしてる。あとはね、一応エンディングの曲って宮永が歌ってるんですけれども、それも、まあ、途中で切ってますけど、聞いていただきたいなって思うところまで、ちゃんと流しているので、それもあまり割愛したくないな。たまーに、うん、ちょっとなんかいろんなところを、こう、いじって割愛させていただいて、お話、長く喋らせていただいてますけど、でも、基本的には、だからかな。うん。だから20分っていう番組の構成は崩さないようにしようと。で、その中できちんと楽しんでいただけるようなお話をまとめられるようにという、はい。常に宮永の成長を願って、宮永はこの番組を20分というデータ量から増やさないようにしているのであります。そうだったのです。というわけでですね、ガジュマルの小枝さんだけじゃなくて、いきなりこれカウントダウン、あと2と1かあって100回になる予定に
無理やりコーナー作っちゃいましたから、ぜひぜひ何か気になっていたこととか、100回に向けての質問とか、お祝いとか、何でもいいので、よろしければ、お便り、ご質問、くださいませませ。というわけで、レッツカウントダウン !3!2 に続くよ!いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる、粋で軽快、凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代歌を継承、提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか?いけばな、古流大観流小鵜会。東京竹芝埠頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。マイマイズボリの歩いた後には、もうさよならの時間になってしまいました。ここでお知らせがございます。いよいよ今週末6月7日土曜日、ブレス4ワンマンライブさよならが足立区西新井文化ホールギャラクシティにて開かれます。会場は15時、開演は16時ですが、実は実は今回チケットの発売がございません。12時から整理券を配布して、そしてその時の整理券に座席番号が指定されていて、入場していただくというシステムになっております。宮永はですね、今回このワンマンライブはサーカス団がおもてなしするというテーマで開かれるんですけれども、そのサーカス団員としていろいろさせていただく予定でございます。今回チケットの発売はございません。お代は500円からですけれども、楽しんでいただいただけプライスレスということで、皆様にお代を決めていただくというシステムになっているそうでございます。ご興味ございましたら、ぜひぜひおいてくださいませ。お待ちしております。というわけで、この番組には番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。同じく番組ページのお便りフォーム、もしくは番組ブログのコメント欄などからどしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。また来週お会いしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流大観流小鵜会と、小笠原父島のエコ民宿 in 大森亭の提供でお送りいたしました。大人に